はい、皆さん、こんにちは、まなみです。私はもうすぐアメリカに渡米をするんですけど、その持っていくものがかなり揃ってきたので、ちょっとその紹介をしたいなと思ってます。とりあえず私が買わないといけないなと思ってたものが、日本では売ってるけど、アメリカに行くと、かなり高いだったりとか、見つけるのが難しいだったりとか、あとは、ちょっとアメリカでは売ってないもの、そういうところをちょっと持っていきたいなと思ってます。ただ、重量とかの関係があるので、そこまでたくさんは大量には持っていくことできないんですけど、ちょっと後々、あれ買っとけばよかったな、これ日本だったらもっと安かったなみたいな、そういうのがないように揃えていきたいなと思っていました。はい。で、まだそこまでちゃんと全部揃ったかって言われたらそうじゃないんですけど、ある程度揃ったので紹介したいと思います。はい。まずは、私が結構買ったのが100円ショップ。100円ショップじゃないな。どこだっけ？キャンドゥ？あ、セリア。セリアで買いました。で、まず最初はこちらです。食卓ボール。はい。で、これは、蓋をしたまま電子レンジで温め OK というものです。なので、向こうではね、自炊することになるので、この中に野菜とか詰めて、チンして、で、食べて、残り物とか、そういうものは、このままレン、冷蔵庫に入れて、次の日とか、あとはその作りすぎたものとか、作り置きのものとかは全部この中に入れたいなと思ってます。はい、まずこれで、その後温泉卵器。はい。なんか向こうでは卵が、ちょっと卵の殻がちょっと危ないので、その生卵とか食べるってなると、ちょっとお腹壊す可能性が高いので、こういうものを使って、生卵じゃないけど、生卵風、卵、生卵、卵丼、何して、卵丼みたいなのが作れるように、こちらを買いました。はい。絶対ね、その生卵に関しては、生卵ロス、生卵が恋しくなると思うので、こちらを買いました。あとは、鍋つかみのやつですね。これは別に向こうで売ってると思うんですけど、シリコンなんで、重さもないから買っとこうっていう感じです。はい。で、こちらが、鍋敷きのシリコンです。なんか分かんないんですけど、私のイメージ的には、向こうのものは全て重たいみたいな 分かんないですよ。あ、ないですけど、そういうイメージがあるので、こういう軽いシリコンのものとかは買っておこうって思って買いました。はい。で、次はまたこれもシリコンです。シリコンのラップ。はい。別に向こうでもラップは買うことできるんですよ。この前、私がちょっとの間アメリカに行ってた時も買ってたんですけど、でもなんか日本のと違って全然ひっつかなくて、ただこの、例えばこのボールだったら、ボールの上にこのラップみたいなのをピッて乗っけてるだけみたいな感じになったんですよ。で、おにぎりとかも、上にクリップ挟んどかないと、もう全部、こう、ってこう、開いちゃう状態になったので、おにぎりとか。はい。なので、ラップを持っていきたいなと思ったんですけど、これだったら何回も使い回すことができるんで、節約になるなと感じて、ちょっと購入しました。はい。あとは、お箸。なんか全然向こうでも売ってると思うんですけど、私が行った時は全然見つけることができなくて、多分そのアジアンマーケットだったりとか、そういうところではあると思うんですけど、きっと高いんですよね。なので、もう日本から持っていこうと思ってます。で、次は今日購入したものなんですけど、こっちね、あ、こちらです。と、これがキッチン目安器です。はい。アメリカにいらっしゃる方からアドバイスというか、そういうのをいただいて、こういうタイマーとか、なんかこういう数字系はやっぱりアメリカと日本で呼び方が違うというか、こっちだったらキログラムでも、向こうだったらパウンドだったりとか、そういうところが、読めたとしても計算が難しいというか、パッと思いつかない、そのイメージがすぐにやっぱ慣れてないんでできないっていうところで、こういうものをちょっと日本で調達しようって思って買いました。
こういうあのグラムのやつですね。であとはペン、このあのジェットストリームのやつは私は大好きで、すごく滑らかに書けるので買いました。まあ皆さん持ってると思うんですけどね。であとはこういう壊れないようにするもの、結構パンパンに荷物持っていくだろうなと思うので、あの大事なものとか壊れなんか押しつぶされたらいけないものとかはこの中に入れようと思ってます。であとはこのトラベル用の圧縮袋ですね。もうこの前行った時もこの圧縮袋はかなりあの優秀だったので圧縮袋を買いました。はい、どんどん行きます。次はこの計量スプーンですね。まあさっきのと同じような感じです。なんかまあ見やすいっていうのでこちらを買いました。はい、で次は今までは全部セリアです。今までは全部セリアです。で次は薬局に行きました。で薬局であのすいません、アメリカに行った時にあの、まあ、これを持ってたらいいよっていうお薬を全部教えてくださいってお伝えをして、あの薬局の薬剤師の方からちょっと教えていただいたものをご紹介します。それが本当にいいかもわかんないですけど、まあ、その方がとても丁寧に教えてくださったので私は購入しました。はい、なんかそういうのにちょっと弱いんでね、買いました。まず一つ目こちらです。まあ、胃腸薬ですね。あの最近たまに胃腸が悪くなるので胃腸薬買ってます。はい、であとはこのルルゴールド風邪薬ですね。こういう風邪薬の中でも、まあ、喉にいいものとか鼻づまりとか咳痰とかなんかそれに特化したものっていうものが結構あって、なんか全般的に広く効くものっていうのが、まあ、なんかあんまりない、なんかよくわかんないですけど、まあ、なんかこれが一番あなたには合ってますって言われたのでこちらにしました。であとは口内炎、まあ、なんかそんなに使うことないんですよ正直。この1年の中で1回も使ってないぐらいなんですけど、まあ、念のため持っていきます。で次はこの喉ヌールスプレーです。なんかこのこれがなんかそこまであの喉の痛みに効かないものらしくて、まあ、効くんですけどそこまでっていう感じなので、だったらプラスこういう喉ヌールスプレーを持ってったらいいよって言われたのでこちらを買いました。なんかプラスでティッシュついてます。はい、でこちらと、あとはなんかさっきのこのグラムの時と同じなんですけど、この体温計もあのアメリカではちょっと表示形式が違います。あのこれが摂氏だったら向こうがあの F のやつ、ちょっと読み方忘れちゃったんですけど、あのそれなのでこれを買いました。そしてメイク編に行きます。はい、メイク編はこちらです。マスカラ、このあの天まで届けロング&カールマスカラ、これはあの私がずっと使ってるマスカラなんですけど、もうかなり伸びがいいなって思うのと、あとは汗かいても全然落ちないっていうところで私はもう愛用してます。もう本当に汗かきなので、もう汗で落ちないかどうかはもう本当に重要してる部分です。であとはリップクリームですね。まあ、口が荒れやすいタイプではあるので、日本のものでも結構荒れてしまうタイプなんですよ。例えばディオールのマキシマイザーだったりとか、あとはプチプラの、口紅とかも結構荒れやすいタイプなので、まあ、結構荒れやすくなってからは敏感になってます。その選ぶときは何ですかね、慎重になってます。はい、でこれはちょっと荒れなかったので結構愛用してます。あとはこちらですね、グッバイイエロー。はい、グッバイイエローです。これは何かというと、まあ、髪の毛がだんだん黄色くなってくるじゃないですか。特に髪の毛抜いてる人とか、色抜いてる人とかだったらもうすぐに黄色くなったりとか、まあ、私は黄色のタイプなんですけど、なんか赤くなっていく人だったりとか、そういうので結構違うと思うんです。で私の場合は黄色くなるタイプなので、そこにこの紫色の色素を入れて、でその黄色黄ばみっていうかな、なんか黄色になっていくのをちょっと防ぐというか、そういうものです。でこれはこの前アメリカに行ってた時ももう毎日これ使ってて、そしたら、まあ、結構茶色い髪の毛がこうキープされたので、私はまたこれを買いました。やっぱなかなか向こうで
美容院に行けないと思うのでこういうのを買いました。あとはこちらです、レブロンのファンデーションで、これは今も使ってるやつなんですけど、まあ、なんでこれを使うかというと、まあ、結構茶色いじゃないですか。これ結構茶色いんですよ。なんか向こうではその焼けた肌がなんか健康的でいいとされてるみたいなので、結構タンニングとかしてる方が多くて、私も実際向こうに行ってる時にタンニングしてたんですけど、その時に顔までタンニングをしちゃうとまあ、シミができる可能性があるので、私は顔はしなかったです。で顔をせずに体だけ焼けてると結構こう白黒みたいな感じになってしまって、なのでその色を統一させるためにこれを塗ってます。今も塗ってます。で結構茶色くするように見せてます。で次はこれです、まつげのキープ。これはヘアメイクのまつげのキープのやつなんですけど、まつげをこう上げた後にこれを塗ると、この時間経った時にこう落ちてくるのを防ぐことができるっていうやつです。これはもう本当にずっと愛用してます。もうおすすめ商品です。で最後に一番のおすすめコスメなんですけど、キャンメイクのアイブロウコートです。はい、これはもう汗かきの私がおすすめするので本当におすすめのものなんですけど、汗かくじゃないですか。でそしたら眉毛が消えていってしまう可能性があると思うんですけど、これを塗ってたらもう全然消えないです。まあ、人によるかもしれないんですけど、私の場合はこれだったら全然消えないです。なんか違うこういうアイブロウコートとかもあるんですけど、まあ、何本も試しました。でもその中でも一番これが安心でした。他のやつは、まあ、ちょっと薄くなったりとかしてて、でもこれだったらもう本当に最初から最後までずっと同じ色みたいな。まあ、その眉毛描いた後にその眉毛の眉マスカラもしてるんですけど、眉マスカラした後にこれをするともう本当に取れないって感じです。もうずっと同じままです。あとはメイベリンのリップです。はい、これ結構発色が良くて、でプチプラの中でももう全然取れなくて一番優秀だなと感じたものなので、これも持ってきます。でいつも試合の時とかそういう時はこれよりももう少し赤のやつを使ってます。でこれは日常的に使ったりとかしてる色です。今後もたくさん動画を上げていきたいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いします。はい、あとはいいねも押してください。お願いします。押してくださったらもう大変喜びます。はい、では次のチャンネルでお会いしましょう。バイバーイ。